河合塾早慶レベル模試早稲田受けに来るようなやつらとバチンコで殴り合える模試なので、問題の質とか解説の具合とかがやっぱりすごくいいです。やっぱりバッドポイントの方が少し多いんですけど、型は全部で3つです。時間配分の話をしたいと思います。お便りまいりました、もちチャンネル。さあ今回は平田瀬也、もしもあなたにしてあげられることと言ったら、早稲田系のもしのアドバイスをしていい点を取らせてあげることくらい、そして両手を合わせて祈ることくらい。はい、どうも早稲田合格塾代表の平です。よろしくお願いします。もし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 、森てっちゃん。はい、今日はですね、いよいよやってきます、日本で早稲田志望者、慶応志望者にとって最も大事な模試、河合塾早慶レベル模試、よゼミ総大プレ、慶大プレ、やってまいります。今日はですね、その話をしていきたいと思います。この動画を撮ってるのがもう8月末なんですけれども、10月1日河合塾の早慶レベル模試から、はい、そして10月22日よゼミの総大プレが行われてきます。もうまあどちらも申し込みのね、締め切りが迫ってますので、まだお申し込みされてない方は急いでくださいね。で、必ずどちらも受けること、どちらもください。どっちかだけでいいですかという人がいるんですけど、これどちらも受けた方がいいです。理由はいろいろあるんですけれども、早稲田受けに来るようなやつらとガチンコで殴り合える模試なので、まあ、ぜひね、こう勝負に行ってほしいなというふうに思うわけなんですよ。まあ、今回のこの動画では、まあ、来たるこの早慶レベル模試対策の動画というかね、そういったものって今のところこう日本の世の中の YouTube にはないんですよ、はい、だからまあ我々がやっちゃう、よゼミの総大プレとか本屋さんに行くと過去問集があるから、対策がまあまあ練習していくこともできるんですけど、はい、河合の早慶レベル模試に関しては本屋さんにないので、過去問が、はい、ってなってくると日本で対策して、その上で本番にね乗り込んでいけるっていうのは、これはもうこの動画だけになるんですよ。今回ですね、まあ、早慶レベル模試、どういう模試になってくるかっていうこと、そして、英語のね、ちょっとこう、対策と傾向みたいな話をしてね、皆さんがベストなね、コンディションで、10月1日、模試に向かっていけるようなね、そんな話をしていきたいと思います。珍しい。はい、珍しいですよ。ここに焦点を当てたっていうのはね。まあ、今回の話をするためにですね、僕はですね、やっぱりこう、過去問ね、昔の生徒からこう、もらってきましたよ。こうやってね、早慶レベル模試。めちゃめちゃ分析にかけたんで、まあ、森田先生の感想なんかももらいながらね、話を進めていきたいと思います。この早慶レベル模試を受ける、まあ、理由に関してなんですけど、まあ、これは先ほど申し上げたように、まあ、実際にね、早稲田本番とか慶応本番で、やっぱりライバルになる奴らと、まあ、ガチンコで殴り合えるいい機会だっていうこと。なのと同時に、こうそろそろ10月ぐらいになってくると、寝てない？大丈夫？2時間遅刻してきてるからね。はい、夜中です。最近いつも寝てんのよ。もう夜中です。このあたりで、模試で結果を出しておくと、もちろん模試が全てじゃないんだけど、結果が出ることによって、自分の中の勝ち癖とか、勝つ体質みたいなものが育っていって、試験本番なんかでも自信を持って自分の実力を出し切れる自分っていうものを育んでいけるんで、僕はこの10月の早稲田系模試2種だったりとか、マーク模試、このあたりは結果に結構大事にして、まあうちのね、指導している生徒なんかにもよくねトレーニングをさせるんですよね。まあ結構指導者によってはね、模試は実力を試すものだ、受けてそこからの訂正が大事だ、これも一理あるんですよ。だけどいざじゃあ本番で勝ちたいっていうことを考えた時に、そこからもう一歩皮の向けたところにちょっと視座を持って、まあ挑んでほしいなというふうに思っております、うん、そんな話になりますね。早慶レベル模試、これいいところは何かっていうと、さすが河合塾が作ってるだけあって、まあ、森田先生もいらっしゃったから分かると思うけど、河合塾の内勤ってすげえ充実してるんですよね、能力がね。内勤って、内勤って、まあ、内務スタッフというか教務スタッフというか、うん、講師がやってるからです。問題の質とか解説の具合とかがやっぱりすごくいいです。こうやって見てみてもとても充実してます。まあ、模試を受ける理由の一つに、やっぱり自分の力を測って試して、でそこからの実力アップをするっていう上ではとてもいい模試、まあ、問題集代わりになるんじゃないかというところなので、まあ、これ受けてるだけでも、まあ、河合塾がある意味こう来年の入試に役立つような一種の予想問題的なね、ニュアンスも込めて作ってる1年に1回のね早稲田系の模試なので、まあ、すごくこう受ける価値は高いかなと、実力アップしていくっていう意味合いにおいてもね。であともう一個思うのは、慶応志望の方、慶応小論文が非常に細かく系統が分かれてて、でしかも最大2系統まで受けられるんで、2つ受けられるんですよ、慶応の小論文。1日の中で回数踏めるんで、まあ添削してもらって、自分の小論文ってどうなのかなの力試しをしやすいかなっていうところもあるんで、やっぱり慶応も学部によって小論文もある程度違いますから、そこにも配慮があって、でかつこう2個で系統のテストが受けられるという、これすごくお得感あるんで、まあ、この辺は僕は早慶レベル模試の好きなところかなと。で一方で、まあ、ちょっとね、やっぱりバッドポイントの方が少し多いんですけど、
けど、まあ、僕は模試で何を一番大事にするかっていうとスタイルなんですね、うん、マーク模試なんかはいわゆるスタイルだけで言うとあれとほぼほぼ同じスタイルで来年の1月もね入試問題が課されてくるわけですよ。だからマーク模試で結果が出たらそれなりにこうね来年の1月の本番でも結果が出る可能性が高いかもねっていうそういう風なねことが言えるからまあ模試頑張らせるんだけど、この河合の早慶レベル模試に関してはもうどこに焦点を当てた模試なのかみたいなのがやっぱもう分かんないんですよ。もう全部一緒くたになってるから、早慶って学部によって問題全く違うんで、それを一個にこうまとめ上げてるっていう風になると、まあ、結構なんか無理がある問題作りにはなっちゃってるよねと。例えば早稲田文学部や文化構想学部受ける人だったら英語だったらさ例の大問3番の文章挿入問題欲しいじゃないですか、練習したいじゃないですか、点の差がつくところなんだから。だけどあれないし、ね、文工学部だったら国語ちょっと特殊ですよね、こうおつへみたいだけど普通の現代文古文漢文を解かされるしっていうところでやっぱ全然違うんですよねっていうのもあるから、まあかなり一つにまとめ上げられちゃってるなっていうところで、これができたとて来年の2月の早慶本番で本当にじゃああそこでも取れるのっていう話はあるんですよね。うん、だから力は上がる模試だと思うけど、じゃあこれができたとて来年の合格確率が高いと言えるのかっていうと、そういうことには全然ならないっていう模試ではあってっていうところなんですよね。それがまあちょっとバッドポイントかなと。この早慶レベル模試なんですけれども、型は全部で3つですね。そうなんですよ、学部だけで全部で20近くあるんだけど、型3つになっちゃうんですよね。まず文1、文2、そして理3、この3つの型で分けられて受験がなされます。まあ主にこの文1で受けるのは、まあ早稲田のスポカ以外の文系かなと。で文2で受けるのは、まあ早稲田のスポカと慶応の文系のやつらかな。で理3で受けるのが、まあ早慶理系軍団かな。まあ大体こんな感じになってくるんじゃないかなと思われます。こちらに、まあ、時間配分とか配点とか科目とかのね表をね出しておきますんでね、ぜひ皆さんねホームページでもチェックできますんで飛んでね見に行ってみてください。さあこっからはですね、いよいよ森田先生の感想も聞きながら英語のねちょっと対策とか傾向の話もしていきたいと思います。こちらにちょっとね2年分ね用意してますんで、ちょっと見ながら森田先生感想とか聞きたいんですけれど行ってみたいと思います。基本的に英語は大問1番から大問5番までの構成になってます。で21年22年のデータを見るに、大問1は正誤問題できます。大体この正誤問題の難易度は割とね早稲田人科とかもしくは法学部からまあそれ以下レベルぐらいですね、まあ痴漢官同率ってぐらいのレベルって言ってもいいかなぐらいの、結構ね割と気づけるレベルで作ってくれてるんですよね。なんかあんまり引っかけようとしてこないというか、例えば単数を複数に直すとか、あるいはその逆だったり、アンティルを倍にしないといけないよねだったりとか、文法の勉強してたらまあ見たことあるよね、やったことあるよねみたいなものがかなり課されるんで、ね、その意味においてはそんなになんかここで難易度でまあなんかポロポロ落としたりとか時間とかは使いたくないかなという印象ですかね、見ただけでは。いや簡単だなと思って、うん、はい、続きまして大問2に行きたいと思います。でこの大問2がちょっとね21年と22年で少し傾向が変わってて、スタイルだけで言うとどちらも空所補充が中心になった長文になってるんですが、22年は21年と違って短くて見開き片方だけだったんですよ文章が。22年は見開き一つ分で文章が展開されてて、まあ22年は文章が短くなったかなっていう感じなんですよね。21年の早慶レベル模試の英語大問には比較的早稲田の社学の2番とかに雰囲気は似てるかなみたいな問題が出されてましたね。なんでまあこの23年の大問2がまあどんな問題になってるのか、多分空所補充中心ってことは多分あんまり変わってこないと思うんだけど、なんか22年の方が昔の早稲田っぽい説もあるよね、うん、21の方が最近のあの英語しかないみたいな感じなんで、うん、なんでだろうって感じかな、はい、ということで次に大問3番、ここはねもうゴリゴリのね早稲田法学部を意識した内容一致問題になってるかなと。パラグラフごとの内容一致だったりとか、あと選択肢が9個用意されてこのうち正しいものを4個選びなさい、まあ、これはね21年も22年もどちらもかなり早稲法を意識して作ってるのかなという感じですね、まあ、国際教養ね、国際教養ですね。で続きまして大問4番ですね。これね学部までは結構明言しづらいんだけど、雰囲気的にはね慶応っぽい感じがしなくもないんですよね大問4番に関しては。どう？設問が日本語っていうのはねちょっと違和感あるよね。なんか文政女とかなんか昔の整形みたいな、うん、早稲田教育とかもね何なんだろうねっていう、うん、ちょっとどこ意識してるのかがちょっと見えづらいか
感じはあるよね。大門3番から4、5どれもおおむね見開き1枚分程度の、まあ、文章量の長さですね。並べ替えがあるからやっぱまあ政経教育かな、うん、これはまあもちろん刑法にも並べ替えあるけどって感じかな、はい。まあ、この大門4番に関しては21年は今森田先生がおっしゃったように正常英作文が3つあるんですよね。21年は長文中での正常英作文自体は、まあ、22年も21年もどちらも出てきてるんで、22年では大門5番で出てきてるんですけど、多分長文中での正常英作文っていうのは、まあ、この23年もおそらく 2,3 問は出てくる可能性が高いかなと思われます。まあ、正常英作文がありつつ空書補充なんかがやっぱり中心になってるかなと。で22年なんかだと文章3つをねなんか並べ替える問題とかが出てきたりしてますね。でも昔の政経は段落1個丸ごと作るレベルの問題だったんだけど、あれと比べるとまあだいぶコンパクトではありますよね。あとまあ2年連続なんですけど2行に届かない程度の長さの和訳問題が1台あります。大和書経文、うん、であとはもう本当に長文総合問題って感じで下線部解釈空書補充内容一致がまあパラ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 とある感じですね。であと22年の特徴として大門4番語形変化させる空書補充問題が出てきて慶応とかあとマーチとかでも見かけるよなっていうところがあるんで、まあ、この辺なんかは特に慶応行きたい人なんかはなんかこう取れるようにしておきたいですね。自分とこの生徒の答案見ててもこの語形変化ポロ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 落とすんですよね。なのでここは結構そのできるとかなり本番差をつける側に回れるかもよみたいな感じですね。で最後の大門5番なんですけれども、これはまあ早稲田とも慶応とも取れる、これもねどこをなんかこう焦点にしてるのかっていう感じなんですけど、文章の長さは見開き一つ分ぐらいの長文総合問題ですね。まあ、22年はここで正常英作文が長文中で2台あって、であとはまあシンプルな内容一致空書補充下線部解釈っていう長文総合問題、まあ、22の方は慶応って感じですね、うん、慶法だったり、ただ21年は経済だったり和文英訳があるんですよね。そうそう、こっちの方が慶文も入れてきてる、うん、早稲田のね小学部は最近出てこないし、うん、段落番号ついてるんで、ただ両方とも SFC 慶応経済、うん、っていうのね、まあこんな感じの大門1から大門5番までの構成になっております。で最後に時間配分の話をしたいと思います。時間配分なんですけど、まあ、大門1は先ほど申し上げたようにもうちょろっとできちゃう、ね、大門なんで、まあ大門1はせいぜい5分程度で仕上げてほしいと。大門2番がちょっと文章量によってちょっと読めないんですけど、まあ見開き1個丸ごと文章量があるぐらいだったらまあ15分ぐらいかな、まあ、文章が半分とかだったらまあ10分程度でいいんじゃないかなというふうな時間配分で、3番から5番の英語長文を見てみたときに、まあ問題量と文章量を見たときにちょっとやっぱり大門5がやや重めなんですよね。なので大門5に25分残せたら結構理想的なんで、ってことを考えると、まあ大門1番と2番でまあ20分ぐらい使ってると想定して、大門5に25分残したいってなると、まあ残り時間45分なんですよ。なので残り45分をまあ大門3番と4番でまあ22、3分ずつぐらい使ってでこう仕上げていくっていうのがまあ理想的なのかなっていうふうに思っております。まあ、2番が短いとね、文章量が短いとちょっとありがたいかなみたいな印象かな。以上になります。早慶レベル模試のね、まあこう英語対策というかね、であと全体のね外観なんかもちょっと話してみました。結構いいアドバイスができたんじゃないかなと思いますんで、今日の内容を元にイメージ膨らませて受験していってくれたらなと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.